ね、会議をやって、なぜかね、その夏コミの最後に、あの打ち上げがあってですね、その打ち上げのそのハイテンションの夜中の1時ぐらいに、ちょっとみんなで温泉行かねえっていう話になって、なんかそれがなんか実現しちゃったのね。で、実現して温泉行ったら、温泉でまたはしゃいじゃって、すっげえテンションの中で、私なんか歌うとか言い出して、メロンライブで。でそこで、アルソメイヤリコードね、三島さんちょっとそのまま直電話かけて、そのハイテンションのまま楽曲使わせて、しかもバーニー弾かせてとか言って、そんな感じのノリで決まった、はい、あの第3部でございますけれども、まあそんな感じですけどね、思った瞬間にバーリンは落とすはずなんで、完璧に歌ってたんでいけるかなって思ってギリギリまで攻めたのね今。これいいから。まあ今の3曲がですね、あのアルソミアリコーズの三島さんのとあのミサトさんが歌った楽曲ということで、あの多分全く関わりないんですけども、あの今回ライブ用ということで、バーリンを重ねてですね、ちょっとコラボでやってみました。今年の夏に出た CD でサウンドオンラインさんの、司さんが作ってる曲で、シークヤマインドをやります。楽曲は無事演奏しきったということで、これでまあノルマ達成だね。まあここはもう4回ぐらいやってますけどね、あのこういう雰囲気もまあ慣れておりますけど、まあ三里さんはこういう雰囲気でライブをやるというのがね、もうこれ満員御礼なんで、もう今入れないぐらい、はい、ありがとうございます。なんか感想とかね、なんかほら皆さんに向かってなんかあれば、ほらほらほら、とりあえずこれからも応援よろしくお願いします。終わりかい。いやでも良かったと思いますよ、本当に良かったね。疲れるけど、でも、歌いたかった曲ね、とほとんど歌えたし、そう歌えたし ね、 ね、やっぱりね、一人でね、家で歌うのやっぱり違うね。いや違う、もうそもそも苦情来る。そういうの違うね。ね、ここはね、本当にね、苦情来ないからね、ね、いやー、本当うるせえなって思ってたんだね、やつとか言っちゃったよ。まあ言うかもしれませんけども、はい、まあ、こんな大勢の方々に今聞いていただいて、ほんと長いね、もう2時、まあ、ぐだってから始まったんだけど、2、3、4、5、もう3時間もね、ほんと皆さん、特に前の方のね、方々、もう動くことなくずっと、はい、ここにいらっしゃって、ありがとうございます。どうでしょうかね、ということで、まあ、シンクアースと、そして、アルストロムニアレコーズと、そして最後、まあ、1曲、サウンドオンラインですね、まあ、3つのサークルさんの、で、ミサスさんが歌った計10曲、
あの楽しいですね。あの CD が1曲入ってますけども、はい、で入れて合計10曲がっちり歌わせていただきました。はい、一応ほら映像的にはねここで締めておいて、大丈夫大丈夫ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ機材の話をしましょうかね。はい、あのね今までやそのメロンブックスライブ、まあ、ここでライブするのはこれで4回目です、はい、大きいのも小さいのも入れてね、はい、でまあこういうまあ狭いところなんでね、あとまあやっぱり大音響でやるといろいろと問題があるということで、一回ねすごいみんなでまあ奥狭を大合唱したことなんですね昔ねそのちょうど流行った時ね、はい、そういったことはまあやってたんですけども、その後はねちょっとゲリラライブ的にちょっと来てで通りかかった人にちょっとね聞いてもらうみたいな感じでやっておりましたけど、まあ今日はねそういった美里さんも来るということで、はい、ちょっと機材も入れて、今日はいつもよりですね、いろんな機材を持ってきております。まあいつもはこのバイオリン、はい、このスタント用のバイオリンですね、これ秋葉原のロードライブの時ですね、夏恋のあの日差しの中直射日光に当たりながら1日4時間かける5日間ですね、はい、サラリーマンなのにそのサラリーマンのお盆休みを全部秋葉原ロードライブに費やしてですね、はい、ことを5年前にしてましたね、はい、まあ、そのバイオリンと、まあ、弓はこれ共用でこっちとこっちに使うんですよ。これエレキバイオリンです、はい、ヤマハのですね5弦のエレキバイオリンというんですけれども、ここからコードからですね、こっちのこれ、まあ、ちょっとした機械なんですけれども、これでちょっとエフェクター、音を響かせるものをやってこちらの PA に入れて、で PA やってくださるのが、タムシックの音響のスカイと申します。 SKY と書いてスカイと申します。皆さん拍手3日前に来れるんだったら来てとかいうふざけた無茶ぶりをしたんでどうなることかと思ったんですけども、やっぱり1時半過ぎにですね、はい、終わって僕一人じゃまあ30分では無理に、まあ、1時間2時間3時間ぐらいかかるところ、まあですね、まあ、どうにか1時間ぐらいで設営ができたということで、まあ、助かったところであります。まあ、これミキサーとこんなにコネクタがたくさんついてますからね、まあ、これぐらい挿したりとか、まあ、いろいろ時間が必要だったというところです。はい、ですね、まあそれぐらいにして、あとはまあこのバイオの中にですね楽曲が入っておりまして、先ほどから何々やりますって言ってこの中からの曲をクリックして音を流して演奏してるという形ですね、まあやっております。まあ結構大掛かりになってきますけれども、まあ、そんな形でまあ今日は、やるのが遅れてしまったのですけれども、まあその分、いろんなねボーカルもマイクも入れてエレキバーリーも入れてこういった PM も入れて、しっかりしたいつもよりしっかりした音も届けられるのではないかなと思います。お、まとまった、はい、まとまったね。じゃあ、こんなところでごめんなさい、正座させててすみません椅子もう一つ必要かな、これごめん、もうすっげーもうぐだりたくなってきたのね、ちょっとね、いつものね感じと違って結構もう大変になってきたんで、もうまあグダグダで生きてえなとか思ったんですけど。